こんにちは、川田さん。メッセージありがとうございます。もちろんですね、これもうお金の心配がない方は別に YouTube やらなくてもいいと思うんですよ。で、 YouTube を私がお勧めしてるのは最も簡単なお金の稼ぎ方なんですよね。でもこれは何が簡単かっていうのは一人一人また違うんですよ。だからアフィリエイトサイトを作ったり、例えば FX を勝つためにいろんなね試行錯誤を重ねたり、それから他にもですね、 MLM で紹介活動をしたりっていうことをいろいろ考える中で、今最も簡単でありしかも成熟して成功例がたくさん見えて取れるのは YouTube なんですよね。でも YouTube っていうのは今ね、川田さんが言われたように今更参入してもどうなのかなっていう問題があります。これはね、今更は大丈夫です。ただ来年はもう遅いです。この隙間のような1年間、2020年にもう2019年までの成功例をどのようにコピーして2020年に量産して最後に残されたマーケットを2020年中に抑えるかどうかのレースなんですよね。で、2019年までは何が成功例かもたもたしていて全然分かってなかったんですよ。で、私自身、自分がチャンネル登録1万人になったから初めてね、人にどういうふうにしたら1000人になるかとかっていうことは言えるんですけども、自分がね、チャンネル登録例えば1000人も行ってないのに人のことをね、1000人にしますよ、2000人にしますよって言えないわけなんですよね。で、私が思うところ、自分の力の10分の1ぐらいの人に対しての指導力は多くの人はあると思うんですよ。10分の1とか100分の1とかね。で、私だったら今チャンネル登録1万人ですから、チャンネル登録100人に育てることはできます。1000人にすることはできるかもしれないけども、全員を導くことはできないと思うんですよ。そういう意味で、あれやってもダメ、これやってもダメ、それやってもダメ、何やればいいんですかって方には、私は YouTube が最後のチャンスだっていうふうにお伝えしますよね。もちろん FX でもう心配がないよとかね、お金が十分あるよって方、そういう方は特に YouTube やらなくてもいいと思いますね。YouTube をやるのは結局は有名人になってお金を稼ぎやすくするどの土壌を作るためなんですよ。要するに広告宣伝効果、信頼関係を構築するのには YouTube がベストなんですよね。十数年前にブログってのが流行って、ブログで有名な人をブロガーって呼ぶようになりましたし、普通の人がブログで1000万とか1億円稼ぐ例も山ほど出てきましたけども、今ブログはあんまり稼げないです。なぜならアルゴリズムも変わったのと、有名ブロガーさんがトップに居座って新規参入のブロガーさんが入るところはないんですよね。で、単価も安くなっちゃいました。そういうところでもうすでに、Google はですね、新しいブロガーさんっていうのは必要なくなっちゃったんですよ。有名ブロガーさんが頑張ってくれればもうそれで OK なんですよね。 YouTube も同じです。もう有名な YouTuber さんっていうのは2015年からヒカキンさん、ほとんど変わってないですね。はじめ社長がその後に出てきたぐらいで、その後に出てくる人ってもともと有名人、芸能人だった方、経営者だった方が YouTube に参入して YouTube のマーケットを抑えたって形になります。普通の人が YouTube を始めて、その中でチャンネル登録10万人とか100万人に行く例はこれからはね、ほぼ出ないと思いますね。今すでに、万っていう桁に行った人はそれなりの地位を築くことはできると思いますけども、ただ嵐が来たりね、ロンドンブーツ、ハーツ、ロンドンハーツなんか分かんないですけど、芸能人が来たりすれば普通の人はあっという間に駆逐されちゃいます。田中敦彦さんの YouTube 大学っていうのがありますけども、チャンネル登録100万人ですよね。でもこういうふうな教育系の動画ってのがなかったから100万人なんですよ。じゃあ田中敦彦さんがやってるような動画を、じゃあ新しい人が出してきたって言っても、そっちの方見られますかね。もう YouTube 大学田中さんのがあればもう十分なんで、あんまり見られないと思うんですよ。だから金字塔を打ち立てた代表格みたいなのが一人いれば、例えば、ね、なんか情熱講演家みたいな鴨頭さんみたいなのいますけども、同じようなパターンで出てきても鴨頭さんがもうマーケットを抑えちゃってるんで、100万人ともう他の人いらないんですよね。こういう形で一ジャンル一人いればもう十分、まあ多くても2人とか3人いれば十分なんで、普通の人が入っていけるマーケットは YouTube にもこれからどん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 なくなると思いますよね。そういう意味で言うと、今ね、動画を送ってくださいましたけども、その通りもうFacebook じゃないや、何でしたかね、 FX か、 FX でお金が稼げるんだったらもう他の資産活動は全く止めていいんじゃないですかね。いや、私もね、FX をやってきていろんなご指摘を受けるんですよ。それはありがたく受け止めさせていただいて考えさせていただくんですけども、基本的に FX で負け知らずになったら、だんだん他の人の意見がいらなくなってくるんですよね。他のビジネスいらなくなってくるんですよね。
で、私はビジネスを辞めたっていうのはビジネスがいらなくなっちゃったんですよ。それまではビジネスしないとお金が稼げなかったんですけども、もうビジネスしなくても投資でよくないかみたいなことになっちゃって、うん、ただやっぱり改めてね、ビジネスに取り組みたい方のために私はまた初心に帰って、自分がビジネスを一から始める立場で今年はねやっていこうかなと思います。温故知新ではないですけどもね、原点会議ではないですけども。で、あとは YouTube に関しても、 YouTube を始めたばかりでチャンネル登録1000人を目指している方の気持ちになるために、私が新しい YouTube チャンネルは一から始めることはありませんけども、じゃあ現状1万人の私が10万人目指すのと同じぐらい難しさという意味では、今ねチャンネル登録が0の方が100人にする、もしくは100人の方が1000人にする、これも同じように難しいんじゃないかなと思うんで、そういう意味でね、私が自分で設定したハードルを目指していくところを、そういう方の教材になればなと、いい背中を見せていければなという形でお送りしております。ですんでね、もしね川田さんが自分はいらないかなと思えば、それはしなくてもいいと思いますね。あくまでも他に稼ぎ方が見つからなかった方のため、もしくは稼ぎ方はあるんだけども別の柱を立てたい方のために、最も有利な位置でスタートして、そして結末が分かることと、来年から取り組んでも無駄ってことで、もうねいつまでやればいいかが分かりやすいものが YouTube ってことで、私はお勧めしております。それではですね、以上ですかね。これからもよろしくお願いします。